何の話をしてるんですか、またあのここあのカットカット入ってんですよね。入っちゃってるもんね。もうしかもそれをあの大学の研究相談にするそうなので、それ今カット。いやカット、まあどっちでもいいんですけど、カットしました。生徒が笑う顔が目に浮かぶわ、私生徒に捉えちゃうかもしれないから。そうかもしれない。あ、そうかもしれないですね。今のうちにちょっと次の曲も考えておかないといけないですね。まあ、ノーボーマンのくらい。トップバリー。ボンマリー。ボンマリー。トップバリーじゃない。トップバリー。ジャスコじゃないんだ。え、沖縄にジャスコないでしょ。ありますよ。ジャスコとマックスがないわけ。マックスバリオがありますよ。マックスバリオ。嘘。赤峰駅の前にマルサイ。ありますよ。マルサイ。ダイエーしかないよ。ダイエーもないですよ。そう、あの潰れてたこの間から。そうなくて、浦添も流亡に変わりました。金を古い人だ。今年2月に買ったことばっかり、あ、じゃあダイエーはないですね。ダイエーないよ。去年の10月ぐらいなくなりました、ね、ジャスコあるよ、いっぱい。ジャスコは見てないよ。あるよ、新天地にもあるし。ジャスコは最近増えました。増えてるね、ジャスコね。沖縄はダイエーだけで十分。いや、ジャスコもある。じゃあ、一部もですね、残り少なくなってまいりましたので、じゃあラストの曲をお届けいたしましょうね。宮古島のですね、西の方に伊良部島という島がございまして、この島でですね、女性が宮古本島からサバニーを漕いでやってくる男性を待つ歌でございます。ある意味どこまでも純粋な恋の歌でございます。海は荒れてるから気をつけてやってらっしゃいねと、私は窓を開けてあなたが入ってくるのを待ってるからねということを歌った歌でございます。いや、私窓を開けて待ってるんだけど誰も入ってこない。いや、ていうかそれだと堂々と玄関を開けとるこれあれ昔の歌ですか。これ昔は玄関があってないようなもんじゃないですか。はい、では、最後にして、この曲をお届けいたします。イラブトーガニー、よろしくお願いいたします。
はい、ではこれで1部終わります。はい、2部はですねちょっと呼吸を置きまして、大体9時半頃から始めましょうね。それでよろしくお願いいたします。谷川谷里ありがとうございました。皆様、今日はですね、美味しいお酒と美味しい料理が揃っておりますので、飲んで食べて、いっぱい飲んで食べて、お店の売り上げにご協力をください。一人1500円以上注文してください。今日のおすすめ何ですか？おすすめじゃあ全部食べてください。おすすめって普通一つです。すごい CD なんだよ。いやー、一つに決められないんだなって。中旦那がよ、聞いても楽しかった。そこで分かんない。皆さん、心を参考にしていただければ嬉しいと思います。まだ時間早いからあげない。2部もあのカットはしてまいりますので、これを聞いてですね、見てですね、都民謡に興味を持っていただけたら嬉しいと思います。よろしくお願いします。以上。